はい、今回も棋譜並べをしたいと思います。はい、今回は、世界戦の、八強戦ですね。はい、パクジョンファン九段の碁を紹介したいと思います。はい、まあ、残念ながら井山さんとね、芝野さんが負けた棋戦ですね。こうやる変化もありますね。こう開くような、はい、今回は普通に打たれました。なるほど、引きもね、はい、引きもあるんですね。引くとね、このように地は取られますよね。はい、思い切った打ち方でした。ちょここ開ければっていうね、気もしましたけどね、白。こうやってもね、取れるんですけど、取れるというか、つながってるんですけど、これだと並ばれてどういうことなんでしょうか。こう頭を出す打ち方をされましたね。こうやったらこうなって、こうなってね、ここでしっかり収まることができたんですけどね。なんでこう打たなかったのか。もう一手かかるということですね。
ちもね、これまだ出切りがありますからね。まあ一応今はズルズル行けば、ズルズル行っても難しいですね。今は捨てようっていうことでしょうかね。はい、こちらに打たれました。取らないですね。出ました。はい、ここがどれぐらいまとまるかが勝負ですね。ここは捨ても打てるというスタイルかもしれません。はい、ここはこういうところでしょうか。きれいにつながりそうですかね。はい、まあこんなところで、はい、まあもうちょっと打ちましたかね。黒が投了されました。はい、これでパク・ジョンファン九段の、勝ちとなりましたね。はい、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。はい、失礼いたします。